どれぐらい、何店舗ぐらい行ったことありますか？ざっくりでいいです。11、覚えてる。店舗、ありがとう。すごい、すごいすごい。あ、ホットペッパーでしか、はい、そうね、ペッパーさかのぼって10いかないぐらい、9とか6とか、私多分10いかないぐらい、8とかだったから、一回やめちゃって、一回その、保育士やってるから、行く時間が本当なくて、だから行く時間も取らなきゃいけないし、そこもちょっと大変かもしれないけど、でも、そうだね、近さとかも考えて、デザインとか重視も、なんかその、ね、うまい人とかも、すごい、なんか、そこに行きたいなと思うんだけど、時間が取られちゃうから近いですしだってっていうので結構近いところを転々とした時もある、近くて取りやすいっていうやつが、そうだね、あそこなんだ、そのじゃあ今通ってるとかも結構長いのか、それとも転々とした中とりあえずそこなのか、どっちですか？転々とした中、とりあえずそこ。じゃあ例えば次リペアするときは、そこが空いてなかったらどっか探す感じ、ってなりますよね。私は逆にここに入ってからそれが A だから、逆に今こっちに A って思ってる自分の変化に気づいた。でも確かに私もこっちだった気がする。もう多分予約が取れなかったら他に、そうそう、その時間で行きたいんだよね。例えばじゃあそしたらどこの XTサロンに行っても同じ仕上がりになるって思ってるってことですよね。だからその違ったんだよ。大体同じ感じになると思ってる。じゃあ例えばじゃあ新しい松井さんを探すときに何を重視して決めます？空き時間もそうだけども、まあ、例えばデザインとかなんか質なのか何なのか。値段とか、そう、口コミを、口コミ、値段と、値段も、あと取り扱ってる松井くんの種類、セールミントとか、セールとか、今なんかフラットラッシュ、あ、フラットラッシュを扱ってるかどうか。はい、皆さんこんにちは。パーフェクトラッシュのお姿をアジャです。お願いします。はい、で前回からそのパーフェクトラッシュの裏側を見せていくっていう形だったんですけれども、今日ちょうどその12月に発売するアイファッションっていう雑誌の、取材っていうのがありまして、松井区ユーザー様にちょっとお話を聞くっていう企画があるんですね。でまあそんな中からよくよく話を聞いてすごい驚いたのが、まあサロンを転々としてると、で風もねサロンで働いてた側だから結構驚いたこと多いよね、はい、点々としてるっていうのと、空いてなかったら違うところに行けばいいみたいないうところと、あとどう思った？仕上がりがそれこそ多分全然変わってくると思うんですけど、でもお話を聞いてみたらついてればいいみたいなところがあったので、じゃあそんなにラッシュアーティストとしてしっかり指名とかもあんまりないんだなっていうのが、こだわりっていうのがないんだなって思いました。思ったよね。でそんな人にちゃんとデザインをしたらどんな反応をするんだろうっていうのもちょっと気になって、たまたま一人の方がその後リペアに行くんですよねって話をお聞きしたので、ちょっとそのサロンさんに申し訳ないんですけどキャンセルをしていただいて、でうちの方でちょっとまつげをやらせてもらったんですね。でやっぱうちも結構ハイクオリティなスタッフがすごく多くて、今風の方も今練習中ですごいいいモデルさんだったんだよね、っていうのもあってまつげをやらせていただきました。でその感想もね後ほどちょっとアップの方させていただいたんですけれども、要はまつげって層たくさんあるのでカール一つだけでは成立しないんですね。でその成立をしないっていうのは今からちょっとご説明をしていこうと思ってますので、担当は風真由紀がさせていただきました、はい、今後もちょいちょい出るかと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。から見るとね、すごい立派なまつげっぽいけど、すごい層があったね。全然
ここから見るのと横から見るのと全然違うね。あとはミラーを見ながらデザインをしていきましょう。今回のレシピのご紹介をいたします。いつもこのモデルさんはシーカールをつけてるそうなんですが、見ての通り結構下の層のまつげは下がっていて、やっぱ真ん中から目尻にかけて層が分厚くあるので、この辺ちょっとカールを混ぜていこうかと思ってます。これがちょっとマッピングになりますが、まあ、この辺下がってるので D カールで、その上の層は CC で、この真ん中の部分は下の層が結構下がってるので CC にして、上の層が普通に上がっているので J にする形で、残りにここは CC カールで、ちょっと目尻長めの仕上がりにしようと思っていますが、一番長いところでもここで12ミリになります。最後は10ミリで絞る形になります。どんな仕上がりになるかお楽しみにしててください。はい、横からの写真がこんな感じですが、横から見るとまっすぐなので C カールにしがちですが、実際正面から見ると、はい、これを全部 C カールにしてしまいますと下の層がかなり下がっているので見えてこなくなります。仕上がりが、まあ、こんな感じなんですけれども、いい感じ、いつもよりいつもと どっちがいいです？こっち結構めっちゃなんかパッチリしてて目開きやすいし、あ、目開きやすい、はい、目開きやすいって言いましたね。目開きやすいっていうのはきっとこの下の層の部分が視野に入っていないっていうことだと思います。ほとんどのサロンさんってカール一つしか使わないところがすごい多いかと思うんですけども、そうすることによって下に生えてるまつげの部分にカール J カールとか C カールをつけちゃうと視野に入ってしまったりとか、目が大きく見えるどころか逆に小さく見えてしまったりとかっていう仕上がりになりがちなんですね。下の層が下がっていればカールを上げる、で上の層はまっすぐなのであればカールを上げないで毛先がこう揃うような形にこう仕上げると、そんなにたくさんつけてなくてもたくさんつけてるようにも見えたりとかしますし、何より見やすいっていう感想がすごく分かりやすかったかと思います。3カール使っておりますが満足していただいたのでよかったです。はい、皆さんいかがでしたか？初めてあのモデルさんを使ってレシピも公開して、まあ、あとここはこうだからとかっていうのを説明させていただいたんですけども、まあ、ああいうまつげが日本人多いです。その目頭が下がってて、で真ん中あたりがちょっと層がわちゃわちゃしてて、外側がちょっとこう密になっててとかっていう人すごく多いので、ぜひ参考にしていただければと思います。やはり全部ワンカールに仕上げてしまいますとね、下の層が全然見えてなくて、そこついてないのと一緒になってしまうので、それをやるよりかはね、あの毛先を揃えてあげてしっかり正面に出してあげることによっても、いっぱいついてるようにも見えますし、視野も広くなるし、お客様もね見やすいっていうの感想があの出てくると、やはり他店と違うなっていうような形でしっかりリピートもしてくれるかと思うので、ちょっとした工夫でもあの他店との差別化にはなるので、デザインをちょっと意識して力を入れてみてやったら全然変わってくるかなと思うので、デザインをちょっと頑張って腕を上げていきましょう。また次回モデルさんを使ってこういった形の動画がアップできたらなと思うので、皆さん何かあれば質問の方コメントまでしてください。あとチャンネル登録忘れずにお願いします。では。